四従から浄化は、鳥類スズメメの上下である、系統樹は、ヨハンソニエトール、より、四従から浄化、ウグイス浄化、センニョヒタキカは、おそらく単系統をなすが、これらの間の系統関係は、はっきりしない。四従から浄化は、シブリーアルクイストが認めた、スズメ小目の三浄化にはなく、ウグイス浄化に含められていた。ウグイス浄化の規定では、まず現在の木走り浄化が、 次に、現在の四重から浄化が分岐したと考えられた。しかしこの系統は、アルストルームへ通るによりウグイス浄化から除外された。かつては、エナガカエジェサリドがこの系統に禁煙と考えられていた。マイールアマドンは、ツリスガラカとエナガカを四重から化かに含め、四重から化かを四重から赤、パリナエツリスガラ赤、レミジナエエナガアカエジェサリにの3、赤に分けた。 シブリーアルクイストも、釣りすがらかを、死従からかに含め死従からかを、死従からか、釣りすがらかに分けていた。国際鳥類学会により、ありがとうございます。